ヤッポーニンポイナイシーです。樋口です。はい、というわけで今回は徹底解説イエーイムービースペシャルパック名探偵ピカチュウ。というわけで今回ね、トレーナーズウェブサイトの方で新しいポケモン GX が3種類、はい、紹介されましたので解説していきます。今回の名探偵ピカチュウのねカードだけあってめちゃくちゃかっこいいっすわ。じゃあまずは最初はこちら、ミュウツー GX イエーイ。まさかですね、エレキネシス50ダメージを与えるという動きですね。エネルギー2個でね使えて程よいかなという感じですね。でもう1個支配の波動120ダメージでさらに相手は混乱するというカードで、結構ね混乱はねエネルギーが重たいタッグチーム GX 増えてきますから混乱結構効くと思うんですよ。あとパラセクトと組み合わせると特性で混乱ダメ感乗せることもできたりしますもんね。そうね、混乱熱いなと思います。熱いっすね。結構ねミュウツー GX に関してはエネルギーがね超ムムって必要なんで、カラマネルとか使ってね、そうですね、技を打ちやすくするのもありかなという感じ、うん、で、ジェックス、サイキックの番ジェックス、イエス。なんとですね、180ダメージを与えて、かつ、次の番、このポケモンはダメージを受けないと、非常に強いですね。180があるんでね、小林巻をつければ210のポケモンも倒せるというところで、結構汎用性が高い技やなという感じです。なんか、総じて種ポケモンだし、カラマネロとかもいるし、なんか使いやすそうな感じやなって感じ、ね。そうね、デッキに入れやすい感じがしますね。はい。はい、続きまして、じゃん、月光が GX です。これイラストかっこよすぎじゃない？超かっこいい、超かっこいい。質感がね、こうザラザラしそうな感じがね、すごい触ってみたい感があるよ ね。これ月光が GX 特性が面白いです。神出鬼没、なんと手札がねこのカード1枚の時にこのポケモンをベンチに出すと、その後3枚引くという効果があります。2進化だけどそのままベンチに出せる、そういうことです。はい、なんで、うん、結構決まればね、この HP 高いポケモンをね、ケロマツから進化していただくといいんでね、便利かなという感じですね。で、技がですね、霞切り130ダメージで、技のダメージ効果を計算しないという感じで、こだわり鉢巻きをつければ、2回で大体倒せると。一発で倒すっていうポケモンじゃないので、できればね、相手の技を1回耐えて、技を打っていくっていう動きをしていきたいんで、結構ね、アセロラとも相性がいいですね。ダメージ受けてアセロラで回収してからまた手札を減らして出すっていう動きもできたりもするんで、結構強いかなと思います。ダメージ受けた後マンタの癖全回復してからまたエネルギー一つ発つけてカウンターゲインでね1個スタブ打てるっていうのもありですね。はい、結構いろいろ使えるポケモンかなという感じです。そして GX ダークミスト GX、 相手のベンチポケモン1匹をついているカード全部ごと手札に戻すという効果です。強力ですね。エネルギーめっちゃついたポケモンとかをねうまく戻してあげれば有利になれる場面もあるかなと思います。ラスト、リザードン GX です。どーん、めっちゃ気吹いてる。いや、これも疾感がすごいね、このね、本当にこの溢れ出るリザードン感といいますか。そう、このポケモンに関してはダメージがすごいですね。爆熱砲200、すげえ。あとはこのね暴れ散らかすって技がありまして、これをうまく使ってエネルギーをねリザードン GX につけていくという動きができればいいかなという感じ。ただ結構暴れ散らかすやってから爆熱砲っていう展開がね普通かなと思うんですけど、まあ一回相手の動きを耐えたりとかねゆっくりな感じになりがちなんで、進化の速度はね早めたいかなという感じがします。なので結構ね不思議な飴を手厚く入れるとか、ルールの探索とかを使って進化しやすくするとかね、そういう感じのことをうまく使っていって、リザードン GX をね早く出して暴れ散らかすという風にしたらいいかなと思います。で、ジェクターザーヒートバンジェックス、250ダメージで、かつ相手の場のポケモンのエネルギーを1個ずつトラッシュするという強力な技ですね。じゃあ、はい、相手の場の6匹に1個ずつついてた6個トラッシュ。そう、強力ですね。強力ですね。相手が次に準備してるポケモンの動きを遅くしながら技が使えたりするんで、相手のポケモンを倒しつつ、次のポケモンのエネルギーをね、減らして、技が使えない場をうまく作るというふうにしてあげれば、かなり強いかなという感じですね。ですね。まあ、このポケモンに関してはね、やっぱりこのエネルギーをどう使うかが鍵だと思うんで、ルスコですとか、タフとかね、ボルケニオンとかうまく使って、今この GX 技をね、決めてほしいなという感じです。はい、というわけで今回は GX3 種を紹介していきました。まあ、カードの強さもね、そうですけれども、イラストがすごいいいなと思ってますので、ぜひ入手してほしいです。スペシャルムービーパック、メガネピカチュウ、お楽しみに。